はい、皆さんこんにちは、こんにちは TV です。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。今日8月19日になりますね。番組的には第8回目の放送となります。本日も最後まで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日オープニングはですね、前回もゲストに出ていただきました、H スクエア代表の佐藤瑠衣さんの方に。どうもよろしくお願いします。どうもすいません、いやいやいや、今日はありがとうございます。すいません。あと、よろしくお願いします。ここからいつも通り、こう言って、木村のり子さんの方に行きます。はい、よろしくお願いします。ということで、佐藤さん、今日も暑いですね。暑いですね。なんかもう、こう、スタジオは千葉にあるんですけども、駅からスクランブル交差点抜けると、もう息もできないぐらい暑くてですね。そうですね。夏真っ盛りですね。先週はね、すげえ一般的にはお盆で、まあ、皆さん番組をご覧になっている中には、お盆でお休みだった方もいらっしゃるかもしれませんけども、昨日あたりから仕事が始まってですね、はい、また仕事に戻っちゃったなーなんて思っていらっしゃるかもしれませんけど朝の電車の混み具合もね、やっぱりちょっと違ってきてますので、やっぱり先週空いてましたね。そうですね、全然空いてましたね、はい、まあね、やっぱりお盆の時期は帰省される方も、ね、多いですね、うん、どこか行かれましたか、季節とか。まあね、金融関係は休みないですから、いつもと同じですからね。と、はい、か行くご予定とか全然ないですね。寂しい限りですよ。休みも取れないにくいですから ね、 そうね。ということで、休みなしのこの3人で今日頑張りたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。では、今日はですね、オープニングは先にプレゼントのコーナーから入りたいと思います、はい。まずはですね、プレゼントは今手元にありませんけども、特務省東京工業品取引所さんの方からですね、提供いただいてます、特務省として、金のですね、メモリスティック、はい、お、すごい、こちらですね。番組、ご覧になっている方はどなたでも権利がありますので、欲しい、金のメモリスティック欲しいよ。すごいですね。結構なのらしいですよ。パソコンに刺さってたらびっくりしますよね。ちょっとね、すごいですね。これでもこれ本物だとしたらですね、多分 100g はないかな、まあ、100g 近くありますよね。金は今4000円ぐらい、3800円。まあ、ちょっと下がってますけどね、やっぱりこう輝ける金の価値は同じですから。あともう一つ本ですね、はい、商品先物取引にもこちらの方は日本商品先物振興協会さんの方から提供していただいてます、はい、こちらの方も番組、ご覧になっている方どなたでも応募できますので、番組ホームページの方から、本欲しいよと、はい、いうことでご応募ください。でラストはですね、はい、ちょっと開けちゃいましたね、まあ、こちらですね、シルバーのですねコイン、はい、一音スポイン、はい、すごいですね。こちらの方もですね、漏れなく全員に、なんとこちらですね、一音スポイン、ね、はい、ただしこちらエボリューションジャパンさんの方に新規で口座を、なるほど、更新またさせていくということで、はい、はい、しかも番組のですね、この人の TV のトップページのバナーの方から入っていただいて、新規で口座申し込む方は漏れなくこの銀のシルバーの、はい、コインを、プレゼントいたしますので、ふるってご応募お願いいたします。お願いします。はい、ということで今日はわざわざゲストに佐藤瑠衣さんお越しいただいてますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さんはラジオ日経の方でもね、レギュラーで出ていらっしゃいますし、まあ為替マクロ経済、この辺は今年に関してはスペシャリストですので、今日はね、その辺のところについてそうなんですか、ありがとうございます。よろしくお願いします。ラジオ日記何日でしたっけ。月曜日ですね。月曜日ですね、うん、場所ね、そうですね、はい、まあ、やらせていただいてるんですけど、そうですね、なんかマクロ経済ってなんか非常にね、なんか堅苦しいというかですね、イメージもあるし、まあ時期的にそういう見にくい時期ではあるんですよ。でも皆さん相場をやっていらっしゃるじゃないですか、はい、でマクロ経済うんぬんってやって、そこだけを予測しても特にその、なんていうんですかね、そいつは勝てるかってちょっと別の問題なんで、はい、ちょっと今日違う視点で、違う視点でも、この時やってる方とか、投資の会社の方には、っていう話、ちょっと怖いなって話なんですけど、あ、本当ですか。実はカルパースっていう会社、皆さんご存知ですかね。はい、カルパースだ。カルフォルニアの年金、ね、そうですね、はい、あそこはですね、はい、ドラスティックに今度アクティブ運用とコモディティとか含めた、やめるんですよ、今度。やめるんですか。やります。
結構ね、金のマーケットとカルパスの金が入ってるって結構。ということは売りはチャンスですかね、逆に言えばね。あれなんですけども、カルパスさん、非常に、その年金運用、まあ、ヘッジファンドとしても、一番先鋭的なものですね。ですね、はい、で彼らが今、何を一番気にしているかというと、次に来る急落に備えると。非常にドラスティックな災害が来ると、マーケットがクラッシュする可能性があるというのは彼らも予測してるんですね。それはどの分野ですかね。だから新興市場ですね。新興、一番目の新興市場、あとコモディティも危ない、はい、まあ、でもすごいチャンスですからね。落ちるときは本当チャンスなんで、こっから急落するわけですか。そういうふうに、まあ、彼パースは見てると、はいはいはい、当然彼らの運用額って300兆円、まあ、世界一は日本の GPIF なんですけども、はいはい、GPI とかバーッと増やしていきますよね、はい、お金どんどん、ね、はい、買ったろと、はい、で一方それを先にやっていたカルパースはもう縮小だよと、これ何を言わんかってことなんですか、ね、はいはい、逆に言うと日本の年金がちょっとやばいぞということですね、うん、はい、非常にマーケット参加者だったらこれがちょっとちゃん今まで動き悪いな、多分為替の方も、はい、こもったと思ったかもしれないですけど、はい、ちょっと動きが出てくる可能性があるんでね、チャンスが、しかも下の方にってことですね、うん、そうですね、下の方に、まあ、そう、もちろんそれ一応今回の報道っていうのは、はい、公式のプレスではないリリースじゃないんですけど、はいはいはい、ウォール・ストリート・ジャーナルのスパネクだったんですけども、おそらくそれで行くんだろうと、まあ、少なくとも今までみたいにこう今債券バブルですよね、株式のバブルですよね、はいはい、でまあ、商品は、まあ、金融も下がってきちゃってます、はい、先にもう落ちてきちゃってますけど、はい、特に株ですよね、うん、ストックマーケットは年初からね、うん、あと債券も怖いことは怖いですよね、債券もですか、怖いですね、ドイツの利回りが10年債の利回りが今 1% を切ってきたっていう、はい、あ、そうですか、そうなんですよ、ニューヨーク・クローズベースで 1% を切っても史上初あ、そうなんですか、だからそれだけまあ、ウクライナ問題もあるんですけども、はいはい、お金が安全な方へ安全な方へ逃げてるわけですね、にもかかわらず、はい、リスクテイクをなるべく縮小しようということですね、はい、でも株はそんなにまだダウトが崩れてないですよね、高値維持してますね、非常にだからその動きとしてはイレギュラーなわけですよね、うん、まあ、この辺ちょっと注意した方がいいのかなと、特に新興市場の株やってる方は注意が必要かと思いますね、はいはい、新興マーケットというと最近までブラジル債とかね、ブラジルですね、はい、あの辺のところもまだ上昇が止まったままで一定的な水準は維持しますけど、うん、ここが逆にちょっと、ね、赤信号が通り去るというところなんでしょうね、かもしれないですね、あとまあ一斉に余剰資金新興マーケットに流れていっちゃいましたからね、そうですね、はい、でもそれちょっと戻ってくるんじゃないかなというのと、うん、あとまあ債券でいうと、はい、アメリカの債券も 2.3% 10年債ぐらいしかないんですけど、はいはい、運用先ないんですよ、要はもうそうなってくると債券に置いといて何パーセントって 2.3% ぐらいだと運用先がないと、はい、そうすると皆さんどうしますかっていうと、ちょっと前でしょうね、ジャンク債なんですよ、すごいジャンク債のマーケットが盛り上がってます、そっちの方なんですか、で日本行き場がなくなってるんですね、そうですね、日本でもよく証券会社のハイイールド債というのをご覧になったと、はいはいはい、あれは要するにジャンク債です、あれが組み込まれているやつなので、はい、まあ、リーマンショックのようなことがあるかは分かんないですけども、ちょっとそういう世の中がバブルっぽくなってきてる、はいはい、運用性がなくなってきたんです、そのようにお金が入ってきてる、はい、要注意ですよね、うん、まあ、量的緩和はアメリカが始まって日本もやってましたけど、まだやっぱり金余りの状態がまだ続いていて、それがどこに行くか、そうです、新興市場が北京になって、まあ、一番最初は多分金の ETF とか金融マーケットも流れてましたが、北京になって、新興国の方の北京になって、今度債券がね、ちょっともう少し上がるかなと思ったんですけども、あんまりさっき、佐々さんもおっしゃいましたけど、アメリカ債があんまり上昇できてないというのが、ね、上昇できてないというか、すでに買われてはいるんですよ。はい、みんなが買ってるから金利が下がってるだけの話なんですけど、だからすごい盛り上がってるんですよ、金利が下がってるというのが、はい、最近、はい、ということはあれですね、買い手が多い分だけちょっと債券高はあんまりちょっと目先期待できない部分もあるんですね、だから今だから債券高なんですよね、はい、要するに金利が上がってる、金利が上がってる、はい、金利が下がってますからどんどん、はい、金利が下がってるんで、行きどころなくなったものが要するに米サイドとかドル債に流れてきた、はい、うん、で最初にでジャンク債の流れでって、そこから先っていうのはなんか見えるか、ジャンク債は何かまたほころびが出た時に弾きやすい状況になっているというのがあるでしょうね、まあ、その実際いろいろ規制もしてるんで、はい、そうですよね、うん、はい、2008年のあれリーマンみたいなところあるかどうかは分からないですけど、はいはい、あとまあ何ていうのかな、その
でもそういうことってなかなか皮膚感覚では分からないですよね。だからそういう時何を見るかというとですね、はい、日本の状況というんだったら、例えばテレビ番組を見ていただいて、お笑い芸人がよく海外に行ってどうしようもないお金を使っているような番組が増え出したら、これもう大体バブルなんですよ。これ皆さんお笑いなんですけど、はい、本当そうなんですよ。あと服が派手になってくるとか、ちょっと危ないなと思うのが、リゲインの CM がまた始まったのが、僕はリゲインが始まると大体翌年、その次ぐらいにバブル崩壊するんで。そうなんですか、リゲインの CM。 そうなんですよ。マジですか。リゲインやなと思って、あと超高層ビルができると崩壊のとかね、なんかいろいろあるんですよね。日本のバブル弾けた時もそう言われてましたね。そうですね。でも本当ちょっといろんなことはちょっと派手になってきてるなって思ったら、それは注意してくださいね。2008年の直前もリゲインの CM やってたんですか。2008年やったんですよ。そうですね。って思ったんですよ。でも全然中止見てなかったんですね。都市伝説みたいなもんじゃないですか。今回ちょっと違うんですけど、一生懸命働きましょう系の CM とか出てくるときは注意なんですよ。あ、そうなんですか。だからそれだけ需要が出てるってことなんで、ただその需要が本当に裏打ちされた需要ならいいんだけど、そうでもないことってのが結構あるんですよね。ということで、ちょっと今要注意場面なんですね。アメリカの FOMC の、ね、流れもちょっと見えにくいですし。そうですね。ジャクソンホール今週あるんで、ここは注意していただきたいですね。何今回話しますかね。基本的にはその皆さん、はい、すみません、考えているのが、はい、利上げのタイミング。利上げのタイミングですよね。まあ年内あるかどうか、まあ来年の話でしょうけども、一応量的緩和政策がで、まあ、終了させて、この利上げのタイミングを図るということで、ちょっとずつそれ、まあ、ニュアンスでいくとはとは思うんですけども。そうですね。申し訳ないですそれ、利上げなんですけど、はい、実際にやるとなったときは、はい、おそらくドル急騰します。ドル急騰ですか。ええ、ただイエレンさんが何を気にしているかというと、はい、やはり雇用ですよね。で雇用の特にこの中でも、はい、今の失業率の低下というのは、はい、働こうという意欲がない人が増えたことによる分母の縮小によって失業率が低下していると。あ、要は失業率っていうのは、求人数、職を求める人と、はい、あと実際に使うじゃないですか、はいはい、求める人っていうのは、はい、過去半年間に求職活動をしてるっていうのが条件なんですよ。あ、はい、つまりもう諦めちゃって、はい、半年間求職してないと、はい、その分母がちっちゃくなっちゃうんですよ。入ってこないってことですね。分母がちっちゃくなれば数字がちっちゃくなっちゃうんで、日本のあれと一緒ですね。そうですね。その辺は本当に気をつけた方が。通常のマジックとよく言われますけども。で、まあよくはなってると思うんですけどね。それでもやっぱりイエレンさんはそうは見てないところなんで、今回も慎重な話になるんだと思いますけどね。はい、ということは少し先延ばしっていうか、早期利上げはちょっと回避されそうな。そうですね。マーケットの、はい、なんていうんですかね、見方としては2015年の春ですよね。はい、はい、大体第1クォーター、はい、第2クォーター、はい、どこが第2くらい前になるかもしれない、はい、でその時に何ていうのかな、そのもちろん失業率も前なんですけど、はい、株価が下がってると、はい、しにくいですよね、リアルって、ね、はい、ここさらに冷やしちゃうのってなっちゃうんで、はい、やっぱり株価が、やっぱりその金が難しいですよね。それをきっかけにね、利上げ企画に急落するなんてあったら、ありますよね。はい、実際バーナンキさんがテーパリング回数だった、はい、去年の5月22日ですか、はい、あの時本当急落しましたからね。ですよね。タイミングが結構問題ですよね。そうですね。みんな確かに株価上がってて、はい、実体経済も結今回決算も結構良かったんですけど、でもこれってそのお金をジャブジャブ入れてくれてるっていう側面もあるんじゃないのって、はい、思いながら買ってるんで、そうですね、おっしゃる通りですね。それの何て言うんですかね、その分お金が今度引くってなったら、やっぱりそれは下がりやすいでしょうね。下がりやすいですよね。まあ株価に関してはね、今年の年初からちょっと上がりすぎで、大掛かりな修正安に見合われるんじゃないかなんて話もあって、うん、今の佐藤さんの話じゃないですけども、利上げのタイミングを間違えると結構大きく下落してしまう危険性があるので、やっぱり FRB としてもその辺のところは慎重にならざるを得ないし、なるべくだったらまだ静観してないというのが本音かもしれませんね。そうですね。あんまり手をつけたくはないんでしょうけどね。ただ非常にやはりこの今のやっていることっていうのは
チャレンジングなことなんですかね、まあ、こんだけお金をするってことを前代、前代未聞というか、その落としどころをどこに見つけていくかと、今非常に難しいところですね。だからマーケットもいろいろ予測はあるんですけども、こうその 予測に対してもこう皆さんそれぞれで慎重 で、うん、そうですね、これだっていうのがやっぱりなかなか見えてこないと思いますよね。だからこそ株価も為替の方もまたコミュニティも全般的に金融全般にリスクオフになりがちだし、値動きもちょっと緩慢になってる、まあ、特に日本は今ね夏休みシーズンなんで、なかなかメーカーも長期の夏休みに入ってますし、動きにくいとあると思うんですけど、まあ、はい、どうですかね、日本もそろそろとは思いますかね。そうそうですか。だから例年やっぱ夏は悪いこと起きるんで、秋はもう一つ悪いんで、あの、そうですね、はい、買い場っていうのは10月11月なんですよね、株で考えたらね、うん、だから、うん、皆さんその今からチャンスが近づいてるなっていう認識でいいのかなっていう、コミュニティもあれなんですよね、価格の変動ローテーションで見ると結構10月11月で買い場なんですよね。そうですね、翌年の2月3月に天井を作ることが多くてですね、いろんな面、特に農産物関連とかは年商金なんかも結構1月2月で高値出しやすいので、この10月、9月、10月、11月、第3クォーター、第4クォーターは買い場というような感じですかね。まあ、佐藤さんちょっと今のあれとかもちゃんとか、あ、実際あの、あれですね、はい、それはアメリカの多分ダウのアノマリーと一緒なんですよね、全く、はいはい、でドル円と円に関しても大体その辺が買い場ではあるんですよ、10、11ぐらい、で1月、2月、はい、まあ、3月もできるかな、うん、持ってると結構取れるという、うん、まあ、やっぱり3月、4月ぐらいまでですよね、まあ、あとそれ以降になると、まあ、セルインメイとかいうことざもあるぐらいちょっと下がりがちになってしまうので、だんだんね、セルインメイもセルインエイプリルとこうちょっとずつこうみんなそう分かってきてるんで、なんか動いてるなってなるんですよ、ちょっとずれてきたらっていうね、今年とか、あ、早いなっていう感じがしたんですけど、あ、それでちょっと前倒しになっちゃってるんですかね、結構、まあね、みんなあのその言葉がね、こんだけ普通の、なんていうんですかね、新聞に載るぐらいですからね、そうですよね、うん、それはもう、ちょっと早めにみんな控えちゃいますね、経済関連の番組の皆さん言いますからね、ちょっと早めに動きましょうということで、逆に言うと、買いもちょっと早めに動くといいかもしれません。でも最初に佐藤さん冒頭でおっしゃった通り、そのカルパースの動きちょっと気になりますよね。もし本格的に動くんであれば、ちょっと思いがけないぐらいの崩落の場面があるかもしれないので、特にあの買いポジションを持っている方はちょっと要注意、要注意ですね。うん、金とかね、例えばプラチナに関しては。今の値打ちっていうのがいわゆる生産コストライン近いところまで下がってるので、なかなかここから下がらない、下がらないんじゃないかという見方も、まあ、根強いんですけども、今のちょっとお話聞くと、ここからさらに1段下げ、2段下げあるのかなという暗い印象が。あ、まあね、まあ、でも商品は売りでも買いでもどちらでもこう、はい、機動的に受けるんで。あ、そうですね、いや動くないのがやっぱ一番取り寄せて辛いじゃないですか。そうですね、取り寄せできないですからね、うんうん、やっぱ動いてもらった方が、はい、あんまそういうこと怒られちゃうかもしれないけど、ずっと上がってる相場もなければ、はい、下がり続ける相場もないんで、ないですよね、うん、まあ、変動レンジがでかいので、でかいほどだけ投資のチャンスが出てくるんで、そうですね、うん、まあ、チャンスは近づいてんじゃないのかなと思いますけどね。最後にあのドルユーロの為替相場とドル円相場、ちょっと軽くあの予想みたいな。あ、ユーロドルですね。ユーロドルですね。ユーロですね。あのね、まあ、ユーロドル語る上でどうしても今ユーロスイスがちょっと話さないといけなくなってきてるんですけど、あのユーロスイスが先週 1.2086 かな、ニューヨーククローズ、はいはい、これ何が言いたいかというと、はい、2011年の9月6日に、あの SNB、はい、スイス国立銀行は、はい、1.20 割れはもうそこは最終防衛ライン、最終防衛ライン、はい、もう無制限にユーロ売りの介入をすると、はいはい、あ、ユーロ買いの介入を、そこに随分近づいてきてるんで、はい、もし今週とか例えば 1.205 とか行ってくると、はい、多分スイス中銀動くと思うんですよ、まあ、少なくとも口先介入があると、はい、そうするとユーロにとってはユーロが買われるんで、買われるんですね、あのちょっと上に戻す材料にはなりますね、うん、ユーロ高ドル安のちょっと局面があるかもしれないっていう感じですね。まあ戻りと思ってください。そんなにすごい強くなるとは僕は思ってないんですけども、はい、だから今 1.34 がちょっと重くなっちゃってるんですけど、はい、僕は 1.35 ぐらいまであったら、うん、かもしれないですね。であと今度は6週連続陰線つけてるんですよ、はい、本当です、ちょっと弱いですね、はい、でこれもさすがにちょっと、今週の月曜日かな、管理さんが別にその、はい、
雇用、これかの回復を待たなくても利上げはあるんだよという話に言ったんで、ちょっと今度戻してるんですよ。そうするとポンドとドルに関してもドルが売られて、ユーロとにしてもドルが売られるようになってくると、ちょっとドル安っぽくなるかもしれないですね。大変ではどんな流れですかね。それが動かないですからね。あの皆さんとあの円安行くと思ってらっしゃるし、やってる政策はその通りなんですよ。でもこんだけ動かないってことをちょっと考えておいた方がいいのかなと。ああ、そうですね。うまくさ逆に向かう可能性があると思うんですね。うん、103円ぐらい行くとやっぱ売り物、実時の売りが多いですよね、やっぱ見てると。あ、そうですか。うん、でも日本政府としてもこれ以上の円安はあまり望んでないと思います。あ、そうですか。え、このレベルなんですか。こんだけ円安進んでも、じゃあ輸出増えましたかって話なんですけど、ほとんどなんですよね。はい、あのっていうのはもう、これ前の、あの円高局面で皆さん海外に出てっちゃってるんで、さほど影響ないっていうのと、あと中間選挙アメリカありますよね、はい、あのその局面でもし円が突出したようにドル高になってしまうと、はい、間違いなくあのオバマさんから何やってんだと言われるはずなんで、それも分かってるんで、ここから極端な円安には多分この後はならないでしょうね。そうですね、選挙のたびに日本叩かれますからね、その局面であんまり安になっちゃうと。そうですね、大和さん今回、はい、イラクあの空爆始めましたよね、はい、あれは明らかに選挙対策なんで、そっちもやったってことはおそらく通貨政策、政策の方も多分結構厳しいことやってくる、もう今回負ける可能性すごい高い中間選挙なんで、はい、それ考えるとやっぱ日本が単独でって動きにくいと思いますね。あ、でもこれ次回もなんか今度3期目ですからね。いや、3期目じゃないですよ。中間もう2期でおしまいなんですよ。あ、おしまいで、あの、今度は共和党が上院も下院も取るかどうかっていうところなんで、もう両方取れちゃうと、もう何もできない、残りの2年間になってしまうんで。まあ、選挙並みの年もね、結構金融マーケット動きますからね。そうですね。注意した方がいいと思いますね。わかりました。佐藤さんはこれから13時から1時からですね、同じ渋谷のフォレックスラジオさんの方でスタジオで為替の解説、ちょっと今度為替のメインでやらせていただきますので行かれるみたいなので、この番組は1時までですけど、また1時過ぎからはフォレックスラジオさんの方に番組にチャンネルを変えていただいて、佐藤さんの、まあ、よかったらもうこんなむっさい顔見たい方なんでよろしくお願いしたいと思います。では一旦 CM に入りたいと思います。商品先物に新たな風を巻き起こす資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。商品先物に新たな風を巻き起こす資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。はい、引き続き、コメントの ITV よろしくお願いします。湯川さんが登場です。はい、はい、入れ替わりました。はい、佐藤さん、今申し上げた通り、フォレックスラジオさんの番組出演のため、はい、今そのフォレックスラジオさんの方にスタジオに向かっていただきました。はい、変わってですね、いつものメンバ ー、当番組の古川さんの方に、はい、また出ていただきます。古川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、改めてですけれども。はい、いつもの通り坪野さんの方にですね、今やっています、はい、リアルマネー選手権の方の説明から、はい、入っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、では商品先物リアルマネー選手権の内容について説明させていただきま す、はい、ます商品先物リアルマネー選手権とは、7月1日から9月30日までの3ヶ月間で、実際のエボ CX の口座で
収益額と収益率のランキングを競っていただくリアルマネーによるトレードコンテストです。参加対象者は商品先物オンライン取引エボ CX に口座をお持ちのお客様全員です。まだ口座をお持ちでない方でも期間中に口座を開設していただくことで参加対象となります。見事収益額ランキング収益率ランキングで上位3位に入られた方には最大10万円相当のギフト券とクリスタルトロフィーをプレゼントいたします。ランキングの途中結果は選手権サイトのランキングページで毎日16時時点の順位を上位30位まで公開しています。30位以下の方でもランキング確認フォームからその時のランキングや収益額、収益率を確認することができます。はい、ここですね、きます。これランキング登録フォームですね、はいはい、ユーザー ID とパスワードを入れていただくと、はいはい、トレーダー対戦といたしまして小針さんと古川さん、そしてミスター CX も参加しています。当社ホームページからニックネーム登録、先ほどの画面ですね、ニックネーム登録をしていただいて、3人よりも収益率が良かった方の中から抽選で1名様に10分の1オンス純金コインをプレゼントいたします。トレード手法の構築やスキルアップ、トレードに磨きをかけたい方はぜひこの機会にチャレンジしていただきたいと思います。はい、ちなみに今の順位ですけども、はい、小針が 77.7%、 古川さんが 228%、はい、ミスター CX さんが 110% ですから、はい、最低取引の小針 77.7%、 これより上だった場合は、はい、ニックネーム登録をしていただければコインのほぼ全員ですね、はい、対象になると、はい、ほぼ全員でしょうか、はい、ですからプラスになっている方は全て対象だということですね。マイナスでも対象だと、はい、マイナス 20% ぐらいまでも対象だということですね。はい、おめでとうございますいろんな人にチャンスがあるということなので、はい、ぜひほとんどニックネーム登録チャンスになるというふうに、はいそうですね、はい、それを狙ってたんですねそうです、はい、そうなんですね、はい、じゃあランキングちょっと確認していきたいと思います、はい、まず収益額の方からいきますかね、はいはい、収益額もあんまり変わりはないんですが、はい、1位が京都府のななちゃんさん、はい、毎度お話のななちゃんさんですね、はい、収益額が3852万1692円、2位の方が岡山県の ET さん1658万9288円、はいはい、3位の方が KY さん、鳥取県の方ですね、はいはい、554万6752円、この方は先週4位だったんですけど3位に上がられましたので、はいはい、日常ちなみに4位の方がすごいです、ね、C さんってまだ初登場ですかね、この方ね。あ、いや、この方はちょこちょこ顔を出していらっしゃって、まあ、先週末ちょっと悪かったので、はいはい、先週末と比べるとあの順位が上がったっていうだけなので、414位もあったんですね、はいはいはい、そうですね、はい、収益率いきます、収益率の方ですね、率の方、古川さんが現在7位でいらっしゃいまして、ね、はい、一個順位を、先週の放送の時は6位だったんで、でね、そうですね、はい、ちょっと順位が1個下がっております。まあ、リッツのものが相当落ちてます、ね。そうですね。相当でもないですけど、それなりに落ちてます。ちょっと落ちてますね。はい。で、1位の方が、東京都の MH さん、MH さん、はい、368.10%。この方が先週の放送の時は3位でしたね、はいはい、2位が、ななちゃんさん、京都府の方、はい、こちらでも上位ですね、はい、302.12% ですね、はい、先週2位だったんですね、そうですね、2位でしたね、はいはい、で3位の方が大分県の HY さん、289.20% ですね、はい、先週が4位でしたね、この方は4位でしたので、はい、そんなに変動はないですね、そうですね、はい、で1位の収益額も、はい、だいたい先週も 369% なので、はい、まあ、だいたいそこぐらいですね、はい、で争っているというような感じですね。
ちなみにニックネーム登録の1位は第七ちゃんさん、2位が古川さんですね。はい。じゃあ3位の方は何位ぐらいいらっしゃいますか、ね、ニックネーム登録されている方で。もうちょっと下にボブさん、ね。あ、ボブさん。23位の方ですね。はい。今のところこの23位、ボブさんまでが1、2、3位。そうですね。はい。ですね。収益率の方で、まあ、はい、コインのチャンスがある。30以上でコインのチャンスがあるかなってことですよね。そうですね。はい。まあ、私はありませんので。はい。実質2名ですね。はい、リッツです。はい。そうね、はい、まだまだあと42日ぐらいありますので、でね、まだまだ、まだちょっと折り返しですから、はい、チャンスがありますので、はい、まずはニックネーム登録からしていただけるといいかもしれないですね。はい、そうですね。はい。先週あの出演いただいた近藤さんもニックネーム登録しましたので、お、あ、そうですか。実は、はい、まだ出てませんけど、はい、はい、いるということですね。はい、どこかにいるはずです。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、じゃあ実際の我々のリアルマネートレードも進めていきたいと思います、はい、ちょっと私の発金が結構長いこと経ってるんで、はい、先ほどもちょっとある方からご指摘もいただいたんですけど、私からですね。言っちゃいましたね。そろそろだいぶ現月が、はい、手前の方来てますんでね。まあまだ4番目ですけど、ね。でも一回今日あたり手順でもちょっとね、さっきの佐藤さんの話じゃないですけど、はい、金とプラチナに関しては、まあ先もそうですけどね、ちょっと売り圧力が強まりそうな雰囲気もありますし。小原さんが持ってるのが2月切り、ね、2月切りですか、はい、遠切りが、遠切りじゃない、一番先が今4837円、はい、あ、だいぶ戻しましたね。ああ、戻す、戻ってきますね。だいぶ戻しましたね。あ、10円ぐらい戻ってきましたね。お、素晴らしい。詳しく浅かったんでそうですか、嬉しいです、はい、で30円ぐらい安いんですよね、やっぱり2月切りなんで。あ、そうですね、うん、先は高いんですけれども、はい、4800円割れてるぐらいでしたので朝、はい、先に行けば、期時間に行けば行くほど安くなってるんですよね、うん、先は高いんですけど、発金が、まあ、ちょっと今のところ何もないですからね、ネタがね、ストが、うん、終わったところで今落ち着いてるところなんで、ちょっと下がる、ね、上がるネタもなければ下がるネタも、そうなんですよね、まあ、消費全般にそういう傾向なんですよね、うん、でこの前あの採算ライン行ったじゃないですか、ゴールドマンサックスが、はい、1500じゃないですか、1400何ドルっていう、ちょっと待ってください、値段が分かんなくなっちゃったを言ったんですよね、はい、だそこら辺までそれと下がるんじゃないかなと思うんですけど、逆に、あ、でもゴールドマンサックス1425って言ったんですよ、ね、1425、うん、今の採算ラインは大体このくらいだろうって言ってた。でも今のだと近いところですね。そうですね、あと25ドルぐらいですね、はい、まあでもゴールドマンサックスずっと弱気でしたからね、今年入ってずっと弱気のポジションでしたし、弱気のコメントそこら辺まで下がってほしいっていうのもあるかもしれないですね、多分その辺に玉があるんじゃないですか、うん、ターゲットポイントはその辺かもしれない、ね、そうですね、まあ再生ラインを割り込んだらね、鉱山会社は作りませんので、ただ単に、うん、そんなに気にすることもないかと思うんですけど、まあ、需給の面から言ったら作らなければまあ上がるということで、やっぱり再生ラインはね、それなりには支出されるんで、ね、結局は、まあ、ちょっと今ね、手元にあのグラフがないんで残念なんですけども、はい、過去のその再生ラインと金価格、はいはい、もしくはあのプラチナの生産コストとそのプラチナ価格、はい、見事にあの生産ラインというのはちょっと割れるか同じぐらいのところから反発するんですよね。そうですね。ですから、まあ、相場の勢いで、ね、あの割り込むことはあっても、うん、そこで止まるということですよね、まあ、結構無視はできないですよね、うん、まあ、生産しなくなりますからね、そうなんですよ、会社、うん、そうなんですよね、結局、うん、赤字になるぐらいだったら生産しなければいいという考え方ですからね。そうですね、でそうなるとやっぱり自然的にそこで止まって上がってきますよね。そうですね。だから私みたいなネゴロトレーダーとしてはそういったところを逆に買いの狙い目かななんて思ったりするんですけど、じゃあ今手放すところじゃないですでもちょっといいトレンドではありますね。でも微妙だな。でも、まあ、ちょっと雲を割って抵抗体抜けてきてますからね、うん、そうなんですよ、雲を割ってこれ止まらない。中心線は今いくらぐらいと思いますか？雲ですか？中心線にかかったぐらいですかね。そうですね。トレンドラインがこうあるんですけれども、ちょっと割り込んで、はい、割り込んできてますよね。はい。プラチナもちょっと割り込んできてるんですよね。これプラチナですね。あ、これ、ごめんなさい、これプラチナです。はい。ちょっと微妙ですよね、うん、ちょっと下落に拍車がかかる可能性もあるんですね。ありますね、ここからそうですね、うん、
今日 もう朝の時間外取引でここの休み、昨日の休み終わってますんで、いきなり、あ、はい、それでちょっと戻してきてるんですよね、今戻してきて、本当にちょっとですけれども、うん、そうですね、ちょっと流れが良くないかな、良くないですね、逆にちょっと下のリスクの方が高い感じがしますよね、はい、という中で私は買ったんですけれどもまあ、古川さん今当たり屋ですからね、いや先週ちょっとある人に乗っかってある銘柄でやられましたからねある人に乗っかってある銘柄で、もしかしてあのノーサブスパネルですか、そうですそうです、あ、じゃあ結構やばい状態だったんですね、もう速攻で切りました私同じ状態だったんですよね、そうですね、そのままそのまま下行きましたからね反発することなく持った瞬間に下行ってそのままさようならでした、まあそんなもんでしょう、一人乗った時っていうのは何の根拠もなく、でもそういうふうに仕掛けがちですけどね、まあいい教訓になりました、関係なく仕掛けるなと、いうことです、まあでもね相場もね仕掛け時がね、あの赤信号みんなで渡れば怖くないっていう掛け声もありますからね、はい、はいじゃないでしょそうですごめんなさい、他のことやって今ちょっとニューヨークハッキン見てたんで、東京これ一緒なんで東京ハッキンです、あ、東京ハッキンですね、ちょっとハッキンを先に見たいと思います、これもやっぱりやり込んできてるんですけどね、そうですね、ちょっとやっぱり戻してますね今日の分で、ね、でもちょっと窓を開けて下げてるんで、あ、ちょっとプラスになりましたね、あ、そうですね、うん、あ、なんかでもいい感じじゃないですか、そう、ここにトレンドラインがあって、はい、ちょうどぴったりぐらいなんですよ、ぴったりぐらいですね、ちょっと狭くすると分かるんですけども、ちょっと狭くするのに時間がかかるんで、ちょっと抵抗体はちょっとなんですかね、雲はちょっと、いつも雲をちょっと下に抜けて戻ってくるんですよね、あ、確かにそうですね、ずっとそうなんですよ、あ、本当だ、そうですね、ちょうど回路かもしれないですね、あれ、一番下のこれなんですか、一番下はストキャスです、あ、ストキャスティクス、はい、ストキャスもちょっと下限値近くまで来てますね、そうですね、目いっぱい目いっぱいいってますね、ああ、ちょっと反発しますね、これは、チープ的に。ここで去年の6月からのトレンドラインがここにこうあるんですよ、あ、はい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 、で、一回も割り込んではいないんですよね、割り込んではないですね、もうちょっとこれ上ですね、うんうん、ちょうど今トレンドラインにかかってるぐらいですね、かかるぐらいですね、うん、でギリギリのところなんですよ、あ、まあ、そこでちょうど戻ってくれば、はい、いい感じですね、いい感じですね、あ、これでもし陽線で引けるようなことがあれば、うんうん、今日の東京がそうですね、うん、ピンボールというそうですね、エボシエクさんのホームページに載ってますので、あ、その思考がありました、はい、下ひげつけてね、あの陽線になってるんで、はい、そんでトレンドラインとかかってるんでちょうど買い頃かなとは思う、ぴったりかもしれないですね、それで買ったんですけれども、お、まあ、トレンドライン割り込んだら割り込んだで、まあさようならということで、まあ、まあそうですね、はい、まあそこまで進行考えてもしょうがないですからね、そうですね、まあ、損切りするときはもう損切りしないとしょうがないんで、うん、損切りも早くしたほうがですね、人に言ってる場合じゃないですけど、本当ですね自らにということですね、はい、はいはい、ということでやっぱりここは、はい、仕切るんですか、はい、ああそうですね、うん、難しいところなんですよ、逆にこれ行っちゃったらもうアウトですよ、そうですね、うん、1枚私はまだ浅いですけど傷はスイカもう傷すでに深いですからね、あ、何品ですか何品買い下がりじゃないですか、買いたかってもいいと思いますけどね、ただ私は買ったんで売ってほしいですねまあその方が番組的には面白いかもしれない、そうですね、いいところではあると思うんですよ、買えば買えばだと思うんですよ、ね、それ買ったのはいつなの、昨日ですか、今日の朝です、今日の朝番組で買わないで、うわもう10円上がってます素晴らしい、番組まで待てないと思うはっきり見にそんなに熱くないんで、あのちょっとより好きな辺で買っとかないと、はい、薄くなっちゃうんで、 そうそれもあったんで、はい、まあ全然買えますけどね、ちょっと私も様子見て、古川さんのその、いや、やめてください、一応、買いましてもいいぐらいですね、まあ、そうですね、うん、まあ、私は買ってるんで、私に流されないように、はい、赤信号、みんな怖く、渡るの怖くないの、いや、怖いですね、うん、どうでしょう、
まあ、じゃあ発見はちょっとおいおい考えるということで、はい、次金を見ていきたいと思います。はい、金もお願いします。まずはニューヨーク金ですね。はい、ニューヨーク金、はい、微妙ですよね。ニューヨーク金もね、ちょっと手応えがない、ね、一回雲をちょっと割れたなと思ったらすぐ反発してですね、ここもヒゲがあるんですよ、長いヒゲが、はいはいはい、ちょうど雲の加減で止まったんですよね、1293ドル。はい、昨日もそうですね。昨日もちょっと試しに行って1293ドルですね。昨日は試しに行ってゴルドマサックスの採算が1250でしたっけ。あ、ちょっと金については分からないですね。あ、そうですか。1250ぐらいですか。うん、まあ、金の場合はね、ちょっとバラバラなんでね、採算コストが。そうですね、まあ、各地に、世界によって、世界各地で生産されてますので、材料によってだいぶ違いますからね。さっきの佐藤さん、やっぱりコメントが気になりますね、うん、カルパスのね、そうですね、売りポジション、今、この不正額リスクで下がるに下がらないでいるんですよね、そうですね、おっしゃるとおりですね、ずっと売りで持ってたんですけれども、うん、ちょっと下がってこないんで、あまりにも、うん、やっぱり根本にそれがあるんで、下がってこないんですよね。でもさっきの金融ETFが急激に減少したのは、やっぱりカルパスの手締まりからでしたし。うん、さらにその動きが加速するんであれば、今ね、あの金の ETF は年初からちょっと持ち直してますけども、またちょっとここのところ下げてきてますね。そうですね、うん、それが本格的になるとすると、ちょっとマイナスかもしれません、はい、しかも今、インドも中国も買ってませんからね、金はい、でファンドが買ってるだけですよね、指定が。そうですね、うん、それで持ちこたえてるって感じなんですね。そうやってリスクもいつまで持つかですよね。うん、持たないかなと思って売ってたんですけどもね、うん、はい、意外と下がってこなかったんで。私の印象的にはさすがプロですね。いえいえ、まあ、これで下がるでしょう、多分。ドカーン、わかりますそれはわかります。上がるときはクイクイって上がるんですよ。あ、はいはい、下がるとき全然下がらないんで、そうですね、不思議ですよね、うん、基本的には、まあ、それだけがやっぱり今先週はちょっと買ってる人の方が多かったのかなと、うん、まあ、ファンドも実際にね、あの CFTC の縦横明細見ると、はい、だいぶ買い越しに転じてましたんで、はい、そうですね、それで下がってなかったんだなっていうのが分かりましたけど、でもちょっとまだ微妙ですね。まだでも金は基本的にレンジなんですよね。そうですね、金はちょっと動いてないですね。本当もうちょっと動いてくれないとちょっとお話にはならないですね。逆張りにするにしてもね、ちょっと厳しいですね。はい、10ドルぐらいしかないですからね。10ドル、20ドル、大きく見積もっても30ドルぐらいですよね。まあ、せっかくちょっと今金のチャートって出していただいてるんで、はい、金に関しては先週、はい、ワールドゴールド監修が、はい、今年第2四半期の金の需給見通しについて発表したんですけれども、はい、まあ、そのちょっとグラフを用意してきましたので見ていただきたいと思うんですけども、これが発表された、はい、今年第2四半期の金の需要量のグラフですね、はいはい、まあ、前年前期と比べるというよりもですね、前年同期と比べてもらった方がいいと思うんですけど、はい、ちょっとやっぱり、伸び悩んでますよね。まあ、それもちょっと申し上げましたけど、インドに関しては 10% の金の輸入税まだ、はい、課せてますので、なかなか金、はい、インドの金の需要が伸びないということと、はい、中国に関しても今年に入ってからですね、はい、特に金の延べ棒、はい、の投資用需要がほとんど伸びてこないですよね。前年同期だと半分ぐらいまで落ち込んでるんで、うん、相当落ち込んでますね、半分、うん、金はね、なんか、まあ、高値維持してなかなか下がってこないんで、下げたらみんな買おうと手にすれ引いて待ってることは待ってるんですけども、うん、逆になかなかみんな下げだろうって見てる中でも下げないので、はい、逆に買いが入ってこないというですね、うん、だから結構微妙なんですよね、今の値打ちっていうのがね。下がったら下がったらやっぱり支えられる要因というのはあると思いますね。そうですね、これからさらに下がってくると中国がまた買ってくるでしょうし、はい、インドもね、10% の輸入課税かけてると言っても今度は密輸が増えるはずなので、そうですね、どっちにしても需要という意味ではここから一段下げたところでは需要はかなり入ってくるだろうというふうにやっぱり言われてますよね。そういうところがやっぱりなかなか雲を割れないような原因なんでしょうね、チャート的に見ても。そうですね、あと中国に関しては利財商品絡みで投資需要が結構一時的に減ってたんですけども、はい、利財商品絡みの問題も一時的にしているような感じですので、はい、もう少し落ち着いた時に、また金が買われてくる下地というか要素があるので、うん、まあ、あまり悲観的になる必要ないのかな、うん、でも逆にそういった見方が今度逆にまた相場を上げにくくさせてるのかなと思って、はい、
先ほども言いましたけども CFTC の叩き込み明細なんかもちょっと買いが多すぎるんですよね。やっぱりやっと減ってきたなと思ったらまた買い越しになっちゃったんで、またちょっと多いんですよね。そうなんですよね。多い水準でやっと減ってきたなと思ったところでしたからね。そうなんですよね。だから買い上がる力がもう残ってないんですよね、あんまり。結局のところ CFTC もネットの買いが増えてくるのはいいんですけども、増えてきてるので相場的には買い上昇の勢いがついてきたのかなと思いきや、今古川さんがおっしゃったようにネットの買いが増えるってことは将来的な手締め寄りですから、逆にそれは買いの積み上がりっていうのは言わざるになっちゃうんですよね。そうですよね。また買い欲が多いですからね。多いんですよね。そうなんですよね。だからその辺のもう一段買っていける余力が残ってるのかっていう、残ってないっていうふうに判断しちゃうんですよね。そうですよね。そのちょっと一足返しですよね、うん。まあ、それで結局レンジに繋がっちゃってるんでしょうけどね。うんうん、そうですね。全くおっしゃるとおりですね。はい、金はこれどう見たらいいですかね。トレンドからするとちょっとまた変えるのかなって感じがしますけど、まあ、一応雲の上にはいるので、はい、やっぱり買いなんですよね、どっちかっていうと、うん。さっきのニューヨーク金の方が分かりやすいですけれども、やっぱりここは雲の下ちょんと入れたらすぐ戻ってです、ね、この雲の加減でピタッと抑えられて反発ですよね、はいはい。昨日もそうなんですよね。結局雲の下に行こうとするんですけども、まあ、安値もありましたし、そこまで行かないで戻ってくるんですよね、はい。下に顔を出すのがやっとという状態です。 その辺はやっぱり押し目買いのまだ流れが生きているのかなって感じはしますよね。そうですね。下に行くとは買いが入ってくるんですよね、はい。金曜日はね、地政学リスクウンタラカンタで上がりましたけど、はいはいはい。まあアメリカのね、またイラク空爆なんかもあり得る状況ではあるし、ちょっとまだね、中東の火種が継続してるし、ね、ウクライナ問題も完全に片付いてるわけではないので、はい、ただ反応は鈍くなってきましたね。鈍いですね。やっぱりざる時にはちょっと新鮮味がもうなくなってるので、ここからさらにこの地政学的リスクで買おうっていう流れはちょっとないですね。そうですね、はい。先週いっぱいはね、続いたんですけれども、ね、金曜日にもう出た時にはちょっと戻るのがやっとでしたからね。そうですね。もう下げ始まってましたんで、それで昨日も下げるかなと思ったらあんまり下げないんですよね。そうですね。それでもうちょっと嫌になっちゃって、ね、終わらしちゃったんですけど、金に関してやっぱりベーシックな問題があって、さっき佐藤さんの方も、はい、今の利上げ問題がね、来年の春ぐらいっていうのは一般、はい、今金負けた一般の認識ですけども、うん、利上げが起こった途端多分金に関しては急落する可能性が高いので、うん、まあ、その辺のベーシックなやっぱり言わざるがあるから、そうですね、うん、あまり買ってもいけないですよ。そうですね。利上げ問題絡みでなかなか買いにくいというのがあるので、はい、本当に板挟みですよね。上げられない、下げられない。上げられない、下げられない。本当によく言ったとおっしゃる通り。その辺は今のレンジに従っているのかなという感じがしますので、はい、まあ、今有効なのは、まあ、古川さんが得意するテクニカル。これでやっぱりレンジで取っていくしかないかもしれませんね。まあ、レンジになっちゃうとテクニカルも取れないですからね、結局。トレンド出てないとやっぱり取れないですよ。あ、まあそうですね、うん。もっと短期的に見ればね、本当に 1日単位で見れば取れるんでしょうけども、はい。ということはデイトレード勝利ということで、まあやっぱり大きいって何にしてもやっぱりトレンド出てないと取れないですよ、大きくは。ですね、レンジになっちゃうと、まあ、レンジの得意な人が見えるでしょうけども、私はレンジは苦手なんで、上で買って下で売るという繰り返しちゃうレンジになってますます向きになってくるっていう一番やってはいけないパターンにはまるんで、うん、と言ってもね、今他の銘柄もね、なかなかちょっとトレンドが見えにくいっていうのもあるし、はい、穀物もね、ちょっとゴムはどうですか、うん、ゴムね、一回上がったのかなと思ったらまたずるずる下がってきちゃいました、はい。また安値割ってるんですね、ここ。ゴムも強材料出てちょっと上がるんですけどね、うん、また物としたとか売られちゃいますよね、はい。雲の上で出ちゃうのかなと思ってて見てたんですけれども、うん、また下がってきました、ね、はい。IRSG って世界最大の天然ゴムの需給統計機関があるんですけども、はい、インターナショナルラバースタディグループっていうのがあって、それが昨日、天然ゴムに関しては需給、はい、まあ、インドネシア、ごめんなさい、インドネシア、タイ、マレーシア、この辺がですね、やっぱり結構高値が下がってきているので、はい、生産調整に入っているので、あの需給としては少し改善されます、はい、供給過剰もちょっと減るでしょうという予想を出したんですけども、はい、ほとんど反応しないですね。ちょっと反応したわけです。下げ止まったっていうだけです。下げ止まった程度ですね。かなり大きなニュースなんですけど、うん、
でもやっぱりファンダメンタルに関しては、まあ、長期的に影響するっていうのはことなんで、短期的にこう、うん、まあ、なかなか反応しにくいってありますよね。まあ、じりじり効いてきますよね、そのか。そうですね、じりじり、まあ、大きな体制的な捉えるには影響するけども、はい、っていうことですかね。はい、でも天狗に関してはまだ、ね、年内いっぱい下げそうで、最終的には150円、170円ぐらいの安超安ね、つけてから、まあ、来年向けて、うん、反発するイメージがあるので、うん、はい、まあ、強ざるを得ても、絶好のまた売り場になっちゃうのかななんていうふうに思わざれないんですけどね。まあ、チャート的にはあんまり良くないですよね、ずっと下にいて。またちょっと安値割り込んじゃいました、ね、割り込んじゃってますからね。そうなんです。で、ここもしっかり割り込んでますもんね、両方とも。ストキャスもマックリーも。値足の長期トレンドを見ると、どうしても買いたくなるんですけどね、値頃で。値頃で、うん。ただね、需給に関しては、天の頃に関しては、まあ、相当悪いんで、はい、ちょっと買い目がない感じがしますね。はい、ということで、はい、そろそろ番組の方もお時間が、そうですね、近づいてきますので。発金はどうしますか。あ、じゃあ、この間、古川さんの今の助言もあってですね。売りますか。ただい。まあ、でも来週はちょっとトレードしたいと思いますね。わかりました、はいはいはい、番組の中で、はい、番組の中で、はい、まあ、私がいけないことをしたみたいになってます。いやいや、そんなことないということで、本日もあの1時間近くお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週もですね、火曜日、次回は8月の26日なんですかね。はい、そうですね、はい、26日です。はい、第9回目のまた番組をしたいと思ってますので、はい、来週またぜひお付き合いいただきたいというふうに思います。はい、来週は3人ですか。来週ゲストは、あ、そうですね、来週はちょっとこの3人で。わかりました。はい、ちょっと夏まで暑いのでなかなかゲストも来てくれない、はい、そうですね、はい、改めてですけど、はい、あの本とですね、はい、メモリーステックの方のプレゼントもございますので、はい、皆さん、そうやってご応募いただきたいと思いますので、はい、銀の方、銀貨の方もね、あの一応、それからご用意してますので、はい、ぜひ、エブヨルションジャパンさんの方の口座の方を、はい、作っていただきたい。マナーから、はい、口座開設していただいた方に、全員にこの銀貨、用意してますので、はいはい、ぜひ。結構、お宝的な、はい、結構重くて、はい、ずっしりしております。プラチナと間違えた方もいます。はい、はい、銀貨ですので、お間違いがないように、はいはいはい、番組ホームページの方からメールで送っていただければ、本くれ、ね、メールセックくれ、コインくれ、はい、まあ、一言で構いませんので。コインはダメです。コインくれって言ってもあげられません。コインくれって言った方はまた改めてご案内申し上げますので、はい、ぜひ一言で結構ですので、どんどん送ってご応募ください。はい、ということで、来週もまた火曜日にこの同じ時間でお会いしたいと思います。はい、はい、今日はと長いこと時間をお付き合いいただきありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いいたします。皆さん、さよなら。さよなら。商品先物に新たな風を巻き起こす。資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。